ワッカかけろあセミシゴリ、あなたに煩悩すべてを捧げ、人よ限りの人の限りの月待ちの恋お願いいたします。私はみすゞ会という会でね、年に一度私は大会をさせていただいております。今ねお聞きいただきました月待ちの恋、
昨年11月4日に日本クラウンの方から発売になりまして、今あちこちでねキャンペーンさせていただいております。今月はね、先ほど演歌の花道アジサイさん、4月の16日昼夜でございます。ご参加くださいます。それから6月5日なんですけれどもね、前橋マーキュリーホテルの方でディナーショー、新曲のお披露目をさせていただきます。岡先生と2人でねちょんとコンサートさせていただきまして、岡先生にもね弾き語りで30分ほどこき使って歌っていただきますのでね、またぜひ先生の歌をね聴いてみたいなっていう方はねご参加いただきたいと思います。8月21日はまた美鈴会のね大会で岡千秋先生に審査をさせていただきます。これからも伊藤美幸よろしくお願いいたします。ありがとうございました。一番大好きなものをねいただいていきます。昨年覚えてますかね、傘差しながら歌ってくれた。そうなんです、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。